水戸行く前とかってどういう状態やった？もう心理的には J1 でやるっていうことよりも自分がちゃんとこう足跡を残すことの方が大事だなって思ったんで、J1 にいることは手段だなと思ったんで、目的ではないので、うんうんうん、日本代表になるためにどういう過程を踏むかやったら徳島だった。そうですね、うん。先ほどまあ怪我されて挫折みたいな話もあったんですけど、はい、まあ、そういった時まあメンタル的なところも含めてなんですけど、こうどう乗り越えていったのかみたいな、湘南時代に最初の壁というところで、そのあたりこう乗り越え方みたいなところでちょっとお伺いしてもいいですか？乗り越え方、はい、乗り越え方で、まあ怪我をして目標設定して、はい、し直したってことですね。し直したやん、はい、でそこから逆算しだした。そうですね、どこでワールドカップ出るかっていうとこですね、自分の年齢と。どこに置いた？ロシアでしたね。ロシア2回前か、カタールのもう1回前、ね、5年前ですね。やっぱ30か31で、うん、32ぐらいか、31ぐらいで、うん、30、31ぐらい、うん、そうですね、うん、そこでワールドカップっていうのを目標にして、うんうん、って感じです。じゃあそれで今の自分とのギャップあるわね。いやもちろん達成できてないんで。そう、はい、じゃあそのギャップを埋める最初は、じゃあそこから逆算したら今何しようになった？病室で筋トレからっすね。やりだした。やりだしました、やりだしました、まあ、それしかできなかったんで、動かせるところ、うん、動かせるところをやろう、やろうと。うわ、下にタオル、地べたにタオル引いて、あの腹筋とかやってました。で看護師さんとかも入ってくるじゃないですか、うん、お願いだから変な人って思わないでみたいな。ちょっと今のシーン良かったですね。いや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 、でも変な人じゃないで、ハンマーでね、脱いだ状態で自分の筋肉見ながらね、ふんふんやってるんで、マジで狂ったと思わないで言ってましたよ。すごいね。そっから次水戸に行くやん、はい、その水戸行く前とかってどういう状態やった、はい、もう心理的には。その要はゴールは決まったよね、はい、決まったけどうまくいってないよね。そうですね、怪我から復帰しても。そうですね。でもその当初その1年目から3年目までは怪我して、まあ、うん、うまくいってなかったんですけど、うん、4年目に少しだけ J2 だったんですけど、うん、試合に出させてもらえる機会はちょっとずつ増えてたんですよ、うん、でもそれもボランチの3番手とか4番手で、うん、まあ、誰かの怪我があったりとか累積があったりした時に使ってもらえるような立場だったん で、うん、でその時はその時でこう全力を尽くしてというか、うん、自分できることをして、うん、でそのシーズンが終わったタイミングで、そ試合数的にやっぱりもう年齢も年齢になってたんで、うん、4年目やから26ですね、うん、もうシーズン通して出るっていうことをしないと、うん、次に進めない状況だっていうのは自分でも理解していたので、うん、だからその中で湘南さんからももうなんていうんですかね、出れるところで、うん、今の年齢も含めて挑戦した方がいいんじゃないかっていうタイミングで水戸ホーリーオークさんからオファーをいただいたんで、うん、まあ、あんまり悩まなかったですね、はい、もう湘南はその状態でレンタルで行ってるよね。レンタルで行ってます。だから完全アウトってわけじゃないもんね。そうですね、うん、でもそれで挑戦した方が年齢的にも試合数的にも考えたらいいんじゃないかっていう、はいはい、そうですね。だその年ってまだ昇格はしてない？昇格しました。湘南がした年です。して、はい、J1 でできる可能性があったけど、はい、それよりそっち行った方がいいんじゃないかって。そうですね、序列はやっぱり変わらなかったんで、うん、上がったとしても、うん、まあ、昇格にも少なからず貢献できたと思いますけど、うん、その時多分101とか取ったんですよ、勝ち点。おお、100超えた年か。強かった時ですね、はい、だからそのメンバーもあんまり変わらないですし、あの J1 上がったとしてもメンバーも変わらないんで、うん、序列も変わらないんで、うん、どちらかというとなんかそう J1 でやるっていうことよりも自分がちゃんとこう足跡を残すことの方が大事だなって思ったんで、あで水戸を選んで。そうですね、水戸ではもう40 1試合ですか、ね、1試合だから1試合除いて、そうですね、試乗停止。そうです、だそれ除いてまあフルで1年間通じて怪我もせず、はい、それまでね、はい、そんだけ怪我してて。そうですね、クラブも変わって、はい、難しくなかったの？その怪我、要はね、古傷じゃないけど持ってたわけやん、はい、しかも初めての移籍やん、はい、スムーズにいけたもんな。いけましたね。それはなんでいけたっていう。多分メンタルだと思います。おお、何かそのうまくいかない時のメンタリティって何かこうあるじゃないですか、こう下がってる時というか、うん、何してもうまくいかないし、うんうん、
俺これでいいんかなみたいな思ってる時にやるあの強度は多分怪我するんだなって思ったんですよ。でもバチってハマっちゃえば目標が、もうめちゃくちゃそのフォーカスするエネルギーが自分の中で全然違ったんで、見といった時は、はい、あまあショーのその怪我治った怪我からは、そうですね、あの病院を出てからみたいな、もう全然違ったんで、そっからはなんかなぜかしなくなりましたね。あ、もうそっからほとんどそんな大きな怪我はしてない。してないです、してないです。すごい、これ大事やね。はい、これはもう聞いてらっしゃる方にもね、メンタル、そうですね、何が変わったかって言われたらメンタル、目標設定と目標設定によるメンタルが変わったことは、間違いないですね。でも要はさ、やっぱ代表っていう目標やん、はい、で水戸、まあ要は J1 に上がれる機会もそっちじゃなくて J2 を選ぶやん、はい、試合出場数っていうことで言ったら、はいはい、でもそれでも代表を考えたら近道だと思った、はい、思ったってことだよね。そうですね、すごいな、あそこすごい考えれてるね、うん、そうですね、 J1 にいることは手段だなと思ってたんで、うんうん、目的ではないので、うん、だから J2 に行く手段を選ぶか J1 に残るかっていう手段のところだけだったんで、うん、まあ、そんなになんか迷わなかったです、ね、迷わなかった、はい、でまあそこで1年間やりました。でも試合数もしっかり出ました、はい、じゃあ次はあもう俺 J2 行けた J1 っていうのとか、はい、もう一回そこのチームでやる、まあ要は結果出しで主力になってるから、はい、そのままやるか、はい、まあ、はたまた湘南戻るか、はい、湘南はでも1年で落ちちゃったその次。そうです、そうです、そうやね、はい、だそういうところで選択肢としてはどうやったの、はい、水戸に残る選択肢も含めて7個ぐらいあったんですよ、うん、7個ぐらいあったんですよ、うん、ありがたいことに7つオファーを7つぐらいいただいて、本田圭佑みたいになってました。お前はちょっとかぶすとこまでいけてない。いやすごいね。そうなんですよね、エージェントが持ってきてくれた。いやいや僕エージェントつけてなかったんで。エージェントなしで、エージェントなしで、まあ今もいないんですけど。今もなし、今もなしですね。エージェントなしってあり、あり、全然ありますね。それ自分で決めることなんで、自分で決めて契約することなんで。これはまあね、エージェントっていう話題でまた次回ということで、ね、次回じゃあ、ね、まだ、ね、エージェントに関してはね。え、7つも来て、はい、でそっから7つ来るっていうのは、まあ、直接会話をする。そうですね、1チームずつ会話していく。そうですね、同じホテルのカフェで日は違いますよ、うん、多分7回同じホテルのカフェ行ってます。すごい、この人何回このカフェ来るんやろ。書類とか広げられて、もうで最初のタイミングでもこう見せられんの。そうです、ね、条件提示までも。あ、そうです、もうそういう前提で会うんで。おお、はい、それまではちょっと電話でチラッとそういう感じでオファー出したいんだけどぐらいの、クラブに来ます。あ、クラブに来んの、はい、でもう強化部から連絡が僕に来ます。強化部から来て、じゃあ僕いついつならいいですよって言ったら、あ、じゃあその日でここの時間でこのカフェで。そうですね、あ、連絡先を強化部が教えてくれます。でもあと自分でやってみたいな感じです、うん、で自分で直接オファーをくれた強化の方と電話して、うん、いつといつの会って、はい、で提示受けて、で君はこういう理由で欲しいって言われて、はい、あ、そうですね、はい、で選んだチームが徳島。徳島ですね、はい、何が一番ピンときた？自分のなんかこう試したい、まだこうトライしたいスタイルというか、うん、そういうものをこう発揮できる場所として一番いいなと思ったんですよ。カテゴリーではなくて、うん、まあ、まあ、さっきの話はね、うん、さっきの話はね、はい、J1 の行くんか、はい、J2 でやるんかは日本代表になるために、はい、どういう過程を踏むかやったら徳島だったと。そうです、ね、うん、ほう、まあ、慣れてないんでそれが正しかったかどうかは僕は分かんないですけど、うん、でも自分の中で設計し逆算した中で考えてベストを選んだっていうことでね、はい、その時って相談とかっていろんな人にすんの？そんなにしない？いや、そんなにしなかったですね。うん、でもやっぱ自分での基準やね、はい、明確に持ってるから、ね、はい、すごいな。で徳島に行って、徳島は何年？結構長かったよね。長かったです、6年ですね。6年行って、うん、キャプテンは何年やったの？17からなんで17、18、19、20、21、5年ですね。
だから6年いて1年目以外もしかしてあそうですそうです1年目以外ですね2年目からですね2年目から、はいまあ、リカルド監督来たのが2年目だったんであもう来てすぐタイミングでそうですそうです、はい、うんやっぱりそこでそれまでは外国籍の監督とはやってない湘南はやってないですね最初入った時は反町さん、はい、で張さんになって徳島行って最初は長嶋さんって今ギラガンツのコーチされてる方でやってて初めて外国籍の監督になってそうですそうです、はい、やっぱりリカルドは良かったそうですね良、まあ、かったっていう表現がいいんか分からんけど、まあ、僕にとっては大きいんです。さんから、はい、見てどんな監督だったんですか戦術か、もう細かい細かいですね。立ち位置、要スペイン人ってさ、ポジショナルプレーとか言うやん、はいうんはいはい。ああいうのが決まりは多かった。そうですね。決まりっていうとなんかちょっと押し付ける感じになっちゃうんで、うんうん、ちょっと違うんですけど。あじゃあそっちの押し付ける感じではなかった。そうですね。まあでも絶対ここはこうしてほしいっていうのはあります。リクエストはあります。うん、でもサッカーなんで相手があることなんで、うんまあ、若干のこう許容範囲はありつつも、まあでも。割とこう線引きはビシッとしてる感じかもしれないですね。今までその日本人の監督、まあ、3人してきて、はい、とは明らかに違った。全然違います。日本人の方がそういう約束事って言ったりするやん日本人の人とかって、はい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 、それとはまた違う種類は違うそうですね約束事の質が違うって感じですジャンルが違う感じです、うんうんうん、なんか僕なんて例えばですけど、うん、いいよ例えで横パスあるじゃないですか、うん、横パスをこうもう本当に真横のこのパスはダメっていう人いるじゃないですかいるいるもうここで取られたら2人置かれちゃう、うんうん、だからもう絶対角度をつけろみたいなのあるじゃないですかそういう決まり事は日本人の監督の方が多いなって思いますほう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 けどリカルド監督はそういう決まり事よりもなんかもう何て言うんですか全体のオーガナイズ、オーガナイズの方とかシステムの噛み合わせとかにおける決まり事とかの方が多いですねレーンの概念とか最近もう普通になりましたけど、うん、あの当時17年でそのレーンの概念とかなかったんで、うん、だからレーンを守るとかそうですねレーンを変えるとか、はあうん、立ち位置でレーンが移動して同レーンにいることとかは嫌ったりした一つのレーンに並んじゃうとか嫌ったりしてましたねあ、はい、嫌うとかまあ必要一応ね ロティーナで俺もそうですよ、ね、スペイン人、はい、まあ18、19ぐらいかな17、18か、はい、のタイミングでやって、まあ、それを経験してで今の話言ったらもっと細かかったわああそうなんですね今の言ってくれた横パス、はい、あかんかってああそうなんですねもうザーもあかんかって横パスで置いてかれる、うん、ちょっと専門的になっちゃうんだけど、はい、ボランチとかで横並ぶっていうのを嫌がるよね、うん、ちょっとこうつけて出して、ねはい、取られても自分がカバーできるとか、はいはいそれをめちゃくちゃうるさかった。あ、そうなんですね。めちゃくちゃうるさかったか、うるさかったんかなと思ったら、そこは逆にまだ許容範囲はあったってことだもんね。そうですね。それはあんまり言われなかったです、ね。で、まあ、あと、俺は今治で、エシン今治で、リュイスっていう監督ともやって、はいはいはい、その監督は逆に、こう、後ろで繋いでて、アンカーを置いたら、はい、センターバックからアンカーに入れるボールは NG。そうなんですか。そう。要はそれガンって行かれた時に全部置いてかれて一番悪い形になるから奪われ方、ボールのアンカーに入れる時のボールの角度をこういうパスじゃなくてやっぱ斜め、サイドバックからとか。そう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 、そういう形にしてくれっていう。ほんならまだカバーができるけど、やっぱこの角度でやっちゃうとあかんっていう。あ、そうなんですね。インテリオールだったらありなんですか？内側。ボランチアンカーの、うんまあ、ちょこ向こう攻めてたらこう、うん、こっちから降りてきて、うん、インテリオールの選手が、うん、インサイドハーフみたいな、うん、そこにつけてこうはいいですか？あ、いい。あ、それはいいですね。そう、その中はいいですね。そう、そう、あ、それを要はここが自分で前に向かないといけない。あ、はい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 、っていうのはやっぱ怖さがあると。あ、なるほど、うん、こっちはこう落とすにしろ全部カバーができるからいいと、はいはい、なるほどなるほど、っていうような決まり事はやっぱあるなっていう。で、やっぱり今治の選手もそういうのでは苦労したね。あ、うん、あ、そこあかんねやってなったら回しにくくなったり。そうですよね。そう、そこの決まりが、そうそうそう、うん、じゃあアンカーの位置が外に逃げたりとかしたくなったりして、はい、そこでもらえへんやん、はい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 、いや俺、いやそこはおらなあかんですよ。そう、やっぱその2トップの間にいるとか、うん、
だからそういうちょっとね柔軟性がそこでなくなったりはしてたかな。逆にその受け方あかんやったらこっちに受けるんやったらサイドバックから受けやすい位置に立ちたいなって思ったりするやん、うんうん、なら自分が受けても次また返せるやん、はい、距離感的に近くなったりとか、はいはい、サイドハーフも近くなったりとか、はい、そういうのもあったからずれたくなるんやけど、そこにいてどっちかというとセンターフォワードをロックしたい、ね、そう、はい、ロックしたい。橋さんズーム見みたいになってますよく気づいてこんな感じだったんです。ズームこんな感じですよく気づいてくれた。ずっともう戦術論語ってる感じ。そうなんですよ。ポカーンってなってます。確かに、はい、危ない。ありがとう、戻してくれた、はい、戻しよう。僕もいつ戻そうって思いながら一発目の司会者から1回目やからちょっと、ね、そうですね、でそういう意味ではちょっと気になったところとしては、まあ、リカルド監督とこう出会われて、はい、まあ、先ほど戦術家みたいな話もあったと思うんですけど、はい、ご自身のこうプレースタイルとか、なんかこうプレイ面でなんか実際変わった部分とかって何かあったりしましたか？そうですね、でもダブルボランチでやる機会が多少減ったので、うん、アンカータイプを最初採用していたので、はい、ダイヤモンドだったんですよね最初、うん、中盤の形が、うんうん、なのでそこの景色とかそこでやり方は結構変わったので、うん、まあ、参考にする選手とかも、まあ、セルヒオ・ブスケッツ選手とか、うん、はい、当時だとナポリにいたんですけど、うん、ジョルジーニョ選手、うん、あ、まあ、ね、今プレミアリーグ、はいはい、ああいうこうワンアンカータイプの選手をかなり見るようになったりとかの変化はやっぱりありました、ね、うん、まあ、結局最終的にはダブルボランチもやったんで、うん、リカルド監督の中で、うん、最後はちょっとこうミックスというか、まあ、アンカーもできるし、うん、ダブルボランチでもできるっていうので、はい、なんていうんですかね、相手の噛み合わせ見ながら勝手に立ち位置変えて、うん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 、ワンアンカーになってみたりダブルになってみたりっていうのが、まあ、試合中でも変えれるもんね。そうですね、できるようになったっていうのは大きいですね、リカルド監督になってから、うんうん、いや今徳島のところの話までして、まあ、リカルド監督の話もちょっといろいろ聞いて、はい、まあね、裏に行っちゃうよね監督は。そうですね、で監督行って、でもそれに対してすぐ話が来た感じ。監督決まった方が早いよね断然。1年早いですよ、うん、僕1年後なんで、うん、はい、で行って監督がもう去りました、はい、ポエトスやってるってことか。そうです、そうです。でやってて、まあ J1 か。そうです。でもあれやね、コロナでなかなか来れんかったよね監督もね。あ、そうです、そうです、入国はだいぶ遅れたんで、うん、あ、うん、で1年ずれて、でまあ浦和行くってなった時の経緯って言ったらどういう流れなの？そこの葛藤はあったよね、キャプテンでね、落ちてしまった責任だったりとか、はい、必ずしもなんかその自分がそのクラブ、徳島っていうクラブを背負い続けることがクラブにとってメリットかどうかっていうのは別問題だなと僕はずっと思ってたので、うんうんうん、自分がこう居続けることは、うん、絶対いいわけではない、いつかはやっぱりその退社しなきゃいけない、うん、循環しなきゃいけないもんだと思うんで、もうこの年で、うん、なんかそうですね、チャレンジできるっていうのはもう多分最後だろうなっていうのはありましたよね。浦和はもうどっちか J リーグを代表するようなクラブ、はい、まあ、ビッグクラブに移籍するわけで、はい、そこでのクラブ間のギャップみたいなって、はい、なんか一番あこれ全然ちゃうなみたいな感じだった。何があった？その浦和レッズっていう中のリカルドのサッカーと、うん、徳島ヴォルティスっていうリカルドのサッカーは別物で、うん、今何なのかキャリアで一番難しい時期を過ごしました。精神的にも。